ウッドストックはカナダのオンタリオ州オックスフォード郡にある市である。人口は約37、8000人。オンタリオハイウェイ401号線沿いのケベックウィンザー回廊にある都市の一つ。トロントから約128キロメートル、オンタリオ州のロンドンからは約43キロメートルの位置にある。オックスフォード郡の郡庁が置かれている。百七十四年八月に大きな竜巻が ウッドストックを襲った。三つの竜巻のうち二つは、フジタスケールで F49 と登録されている。ウッドストック市聴者トヨタ自動車は2005年に、ウッドストックに予算11億ドル、面積4平方キロメートルの新工場建設の発表を行った。トヨタモーターマニファクチャリングカナダのウッドストック工場は2008年にトヨタラブ4を年産15万台。 2000人の雇用の規模と予定されていたが、販売源の影響から、その半分の年産7万5千台、1200人の雇用に止まった。この工場はカナダでこの20年で、初めての新工場建設であった。その後、2010年にシフトが追加され、年産15万台を達成。2012年には、ラブ4の EV を、テスラモーターズとの提携で、生産開始。 2013年には年産合計20万台体制となり、雇用も2400名となる予定。トヨタ自動車参加の日野自動車は日系自動車会社として初めてカナダにおけるトラック生産工場をウッドストックに建設する予定を2006年に発表した。2008年に工場は完成し、創業を開始した。ビア鉄道ウッドストック駅舎日野カナダネイルズ。 A マーケットシェアインクリースイン、A ダウンマーケット。ありがとうございます。